木曜日の早朝、私はアメリカのベッドの中にいて、野外訓練所での恋人とのことを思い出していた。シエル、今度は君が追いかける番だ。タッグは相手を捕まえるだけの単純な遊びだけど、いい訓練になるわね。日本にも同じような遊びがあると両親から聞いたことがある。鬼ごっこと呼ばれているらしい。どういう意味なの？鬼というのは日本の昔話に出てくる伝説の怪物だそうだ。人を捕まえて食べると言われている。追いかける方がその鬼になるのね。捕まえられたら今度はその人が鬼になる。相手に捕まると立場が逆転するのもタッグと同じなのね。追うものはいつか追われるものとなり、追われるものはいつか追うものとなる。人生の象徴さ。恋人との楽しい思い出は仕事の電話で中断された。ああ、ドーソン長官、直々にお迎えですか。おしゃれな車で。娘さんに借りたんですか。レッドシリウスという兵器開発家で製作した新車だ。13歳から CIA に貢献してきた君に進呈するために運んできた。光栄ですわ。餌で釣られた任務ほどきついものはない。確か長官が若い自分に作られた教訓でしたね。立場が変わって逆転した教訓も多いがね。乗りたまえ、話は車でする。シェール、今回の君の任務は汚染処理だ。奴ら異次元生物ですか。そうだ。念のためにざっと説明しよう。現在世界各地で地球に飛来した異次元生物が人間を含む動植物に寄生、次々と仲間を増やしている。外見上は普通の生物だ。そんな奴らの存在が10年前、日本の防衛庁に所属するある女性エスパーの活躍によって明らかになった。奴らの侵食を最小限に抑え込んでいられるのは、日本で開発された X 抗体の効果によってだ。緊急事態への対応の遅い日本政府がなぜこの問題で世界を一歩リードできたのか。それは異次元生物の拠点が日本の地方都市にあったからだ。
足元に火がついていてはのんびり構えておられんからな。これが奴らの拠点だ。これって学校ですか？奴らはうまい場所を見つけたものだよ。次元学園という全寮制の私立高等学校だ。13年前に設立された。 CIA は日本の組織と協力し、生物科学工作科のチャールズ・クロダを教育実習生に変装させ単身送り込んだ。チャールズを？知らなかったかね？知りませんわ。彼からの連絡が途絶えていたんだが、3日前チャールズから映像が届いた。報告が遅くなりました。次元学園の実態を伝えます。生徒総数270名のうち、汚染センサーに反応したのは11名。あとは教師も含め全員正常。これまでの日本側の調査報告と実態とは一致していません。間違いです。勘の鋭い君のことだ。チャールズの真意をつかんだと思うな。昔懐かしのモールス信号ですね。チャールズの目パチパチは、学園の全員が汚染されている、すべて爆破せよと訴えてました。チャールズは敵の罠にはまったのだろう。奴らがチャールズを利用して作った単純なトリックさ。 CIA をバカにしてる。チャールズ24時間以内に X 抗体を飲んでいれば助かる。間に合わなければ、任務の内容は3つある。学園全体の爆破、教師と270名の生徒の処理、そしてもしチャールズが…タバコ吸ってもよろしくて。構わんよ。1つ目、学園を調査する。2つ目、教師と270名の生徒を救出する。何を聞いていたんだ？一つでも間違いがあっては困る。もう一度任務を復唱してくれ。
一つ目、学園を爆破する。二つ目、教師と270名の生徒を消し去る。三つ目は、私に恋人を暗殺しろというわけですか。結婚式が無理な時は葬式に呼んでくれたまえ。あ、基地が見えてきた。爆破は5日後の午後6時。爆薬の準備は？兵器開発家の若い連中の発想にはついていけんよ。車に爆薬を取り付けようとはせず、爆薬を車に改造してしまうんだからな。5日後には消滅する新車だ。大切にな。朝早くからすまなかった。輸送機の中でゆっくり休んでくれたまえ。ええ、そうしますわ。分厚い車の取扱説明書を読みながら。あ、シェール、もう一つ言い忘れたことが。爆発を117時間後にセットしてあるんでしょ。生きて戻ったら副長官候補として推奨しよう。この車のことといい、今日は気前が良すぎますわ、長官。ラン、次の授業をサボるわけ？二時間目は生物の自習にするつもりなんだ。マシモラン、何者かしら。あとはマリコ。全員汚染だなんて、チャールズの調査は不十分よ。さて、私の方は地理の自習にするか。あら？男がいたのはこの辺り。あの男、誰かしら。植物細胞の研究をしているという園長。森の中で研究をしてるってことも考えられるわ。あら？立ち入り禁止の割には人の出入りが多いみたいね。ここは何かありそうだわ。赤外線カメラを仕掛けておけば効果あるかも。立ち入り禁止という割に足元がだいぶ踏み固められているわ。見たところ普通の木だわ。
どの木にもツタが絡みついている。大したやつじゃなさそうね。襲ってこないわ。気づいてないのかしら。それとも知能が低いだけ。君の悪い気ね。茂みが深くてちょっと進めそうにないわね。君の悪い気ね。ランが入っていった方向ね。何かに出くわしたんだわ。人の気配だわ。さっきの男かしら。遠ざかる。急いで追わないと見失ってしまうわ。確かにこの茂みの奥から聞こえた。無理してでも進むしかなさそうね。そうね、行ってみましょう。何なのこれ。植物のゴミ捨て場みたい。ここにもカメラを取り付けておいた方がいいわね。時間がない。急がないと。見たことのない植物ね。間違いなく汚染されているわ。アメーバーのようね。気持ち悪いわ。見たことのない植物ね。間違いなく汚染されているわ。もう少しこの場所を調べてみましょう。もう少しこの場所を調べてみましょう。あの植物、管のようなものがたくさん出ているわ。一体何者なの？男がいたのはあの辺りね。そうね、あの男を追いましょう。あの男、どこへ行ったのかしら。だんだん茂みが深くなるわ。下はかなり滑りやすくなってるわ。確かこっちに来たはずよ。あそこだわ。
余計な邪魔が入ったわね。鬼の首塚。男は見失ったけど、変わったものを発見できたわ。